松田の回復具合がどうなのか、はい、あの動きだけ見てると十分もう回復していると思いますし、それが十分回復したということで今日使ってきたと思いますね。七海の顔が映りましたが、今大会攻守に両に貢献度の高い七海、そしてこの森島のボールのないところでの動きも際立っています。はい、間もなくキックオフ、準決勝の第2試合、日本対中国です。レフリーはシャムスル・メイディンさん、シンガポールです。そのメイディンさんのホイッスルで前半のキックオフです。かつては身体能力に物を言わせたサッカーを展開していた中国ですが、今年就任したミルチノビッチ監督が組織を植え付けました。チャンスになります。森島入ってくる、倒れたが、ホイッスルはありません。今日のレフリーはシンガポールのシャムスル・メイディンさんです。奪って中国です。しかしもう一度日本、この辺のプレッシャーいいですね、中国ね。奪って中国、また右サイドからです。今日の中国の攻撃はほとんど右から。ゴール前に宿もしいますが、ミドルシュートに来た。思い切ってきました。一瞬隙を突かれたような格好になりました、日本のディフェンス。いいシュートでした。大型選手の多い中国。曲げてきます。川口の前だ。川口落として、落として、危ない。あーっとよく入った。ディフェンスよく入りました。服部、いや、森岡です。もう一度中国、危なかった日本。その辺中国も十分計算していると思いますね。あーっと中国に渡してしまった日本。今度は左からミドルシュートに来た。中国はミドルレンジから意欲的に狙ってきています。セットプレーからヒヤリとするところはありましたが、松田がそのまま上がっていきます。ゴール前に入って高原フリーになってます。逆サイド折り返す、チャンスだ。決まった。日本先制。これは今七海がですね、今言ってたように逆サイドの高原に長いクロスボール、そしてそれを高原が素晴らしいもうシュート性の、ね、ボールを入れて森島がヘディングですよね。これが一番いいんですよ。15番の紳士、この人は左足です。ゴール前に長身の宿毛心が入ってます。8番は李哲、遠いサイドに来た、ね、中国のチャンスを飛び込んでくる。日本追いつかれてしまいました。ここから見ててもですね、20番の陽心がこう外側に行った時フリーだったんじゃないですかね。10番ですかね、それを折り返したところにこの19番の選手が飛び込んできたと思いますけどね。そうですね、稲本から七海、七海フリーです。ゴール前に3人いる。低いボールできた。もう一度後ろから稲本だ。稲本は稲本のミドルシュートだ。切り返してからの稲本のミドルシュート、いや、いいと思いますよ。右から中国、6番の李明、宿毛心へ、宿毛心入ってくる。ゴール前フリーだー。危なかった。クロスバーでした。危なかった日本。最後は20番の陽心。そうですね、今のはこう中盤で陽心のこのパスミスから、だからできるだけボールを動かして攻撃をして終わると、こういう形を、これいいんじゃないですか。チャンスになる。惜しいですね。最後は森島のヘディングシュート。まもなくロスタイムの2分になります。ミドルシュートに来ました。まあ、こういうシュートも積極的に打っていいと思いますね。西澤のミドルレンジからのシュート、それを中国ゴールキーパーの高進がキャッチしたところで前半終了です。最後になって日本はようやくミドルレンジからのシュートが出ました。1対1の同点、後半のキックオフです。ゴールキーパー川口、ディフェンスは右から森岡、松田、服部、いい形で出ます。中盤は右から明神、あっと危ない、相手に行ってしまいましたね。スピード止めた方がいいですね。ここは松田の対応、よし、松田対応する、あっと逆転されてしまいました日本。まあ今ね、またちょっとミスパスからだったんですけど、このスピードに乗られた時にですね、もう下がらないで、もう前でね、下がらないでこう前でアタックして、
中盤に稲本、細かくつないで西澤に対するファウルです。いいポジションですねこれね。5枚の壁、しかも高い壁です。止めて中村来た、クロスバーで飛び込んで、飛び込んで入った、西澤ですか、ついた西澤ですね。中村のフリーキックのボールがクロスバーを叩いたところ、リバウンドに飛び込んでいったのは西澤。いやそうですよ、これでこれがありますからね日本には。で西澤もよく詰めてましたよね。日本が得意のセットプレーから同点に追いつきました。はい、よくこれね体投げ出して頭からいきましたよ。日本ボールのフリーキックです。ボールをセットしたのは中村、直接来た、おっとポストだ、惜しかったですね、惜しかった中村。今のは逆にこう低くてね、早いリスタート、中村狙ってくる、早いリスタートから中村俊輔来ました。もう一度西澤です。森島、いい形になる日本、高原後ろから来た、後ろから来て、前に残ってるんですよね、前に残ってる、はい、あの守備を最初はしますけど、その後はこういいポジションに前に残ってますから。高原へ、これいいんですか、落として後ろからシュート来た、明神のシュートになりました、日本逆転、再び日本のリード。いや素晴らしいシュートでしたね明神ね。これはいい点だと思いますよ。高原も狙いすましてこう落としてるし、で明神ミスパスが多かったですけどね、このシュートは素晴らしいシュートでしたね。これ逆のサイドネット行ってますからね、徹底的な仕事をできる選手ですから。並び稲本、いいでしょ、高原ミドルレンジから狙ってくる、あるいはこのままのリズムで戦った方がいいかという選択になるんじゃないでしょうかね。で今はいいリズムですからこのままでいいと思いますね。高原に対して中国右サイドバックの陳豪、イエローカード出ました。もう一度日本、速いボールだ、いいボール、チャンスになるヘディングシュートはとクロスバーの上だ、西澤ですか、松田だ、1メートル86センチの長身のフォワード、極盛京が準備をしている中国、その前に日本のチャンス、飛び込んでくるヘディングシュート、はい、おっとフォワードの極盛京を入れてきました。囲んで奪う中国、中国は少し前からという意識、見え始めていますか、まあ、もう10分ちょっとですかね、11分ぐらいですから、右から明神がオーバーラップをしますが、七海に預けてスルーパス通してくるチャンスだ日本、あーっとフラッグ上がってる、フラッグ上がってます、オフサイドですね。11番フォワードのシャキが入ります。ドイツのアーヘンでプレーをする選手、後ろから明神が走ってくる、明神を落として高原、あーっと譲り合ってしまった、日本もったいない、今のはもう森島どけてでも自分で打たないとダメですね、もったいなかった日本。ただ松田はこのセットプレー残っていました日本です。日本ボールのフリーキック、西澤に変えて柳澤投入です。森島ですね、森島と奥の交代、ただゴール前は1対1の状況になっています。危ない日本、危ない日本、こぼれてシュートに来たが、よく寄せました松田。タイム2分が経過、表示されたロスタイムは2分です。またオフサイドを取りに行った日本ですが、やった方がいいですよこれ、川口で、あーっと危ない、危なかった日本、川口は手が使えないところでした。まあそうですね、まあ中村なんかね特にこんなところでもらっていけないですね、すでに1枚もらってますので繋いできます。あーっとここで試合終了の笛、日本2大会ぶりの決勝進出です。良かったですね、うん、まあ、この勝利は本当に素晴らしいと思いますよ。日本もあの
良かったし、中国もね、あの後半1点取るまで素晴らしい出来でしたから、それを逆転したと、この勝ち方は大きいと思いますね。